阪急阪神東方グループ、阪急阪神ホールディングス阪急電鉄、北上急行電鉄北上、急行電鉄株式会社は、かつて、兵庫県神戸市で北上線を運営していた、鉄道会社である。2020年5月31日時点の、本社所在地は、兵庫県神戸市北区。略称及び通称は、北上急行、北上、北急とは異なるであった。 阪急電鉄や神戸電鉄などの出資で設立された、準民間出資会社であり、第三セクターではない。阪急阪神ホールディングスの連結主会社であり、阪急阪神東方グループ所属企業の一つでも、あった。本社事務所は、谷上駅西側の車両基地敷地内にあった。債務負担の増加から、2002年に北上線の線路、などの施設を、 神戸高速鉄道へ売却し、列車の運行業務のみを行う、第二種鉄道事業者となっていた。ただし2020年5月末までは、谷上駅など一部施設を保有していた。2018年12月27日には、神戸市北区における、郊外開発や地域振興、人口増加を図ることを目的に、北上急行電鉄の事業を、 神戸市交通局が譲り受けて北上線を市営化し、相互直通運転を行っている、神戸市営地下鉄、精神、山手線の一部にすることで運賃を値下げしたいという、神戸市の意向が明らかにされ、神戸市の提案に、阪急が応じ協議を始めることになった。そして2019年3月29日には、遅くとも2020年10月1日までに、 神戸市交通局が、阪急電鉄グループが保有する、北上急行線に係る資産等の譲渡を受けること、及び、北上急行線と、市営地下鉄の一体的運行を実施することにつき、基本合意が成立したと神戸市から発表された。これを受けて、マスコミ各社は、市営化と報道した。神戸新聞によると、神戸市交通局は、駅や車両、 トンネルなど北上急行に関係する資産を198億円で譲り受けるとされているため、阪急阪神ホールディングスは2019年3月期連結決算において約190億円の減損損失を計上することとした。2019年10月10日には北上急行電鉄の従業員を神戸電鉄へ出向させ、 神戸電鉄が受託する北上線の運行業務に充当する見込みであることが報道された。2020年3月4日、北上急行電鉄から神戸市への北上線の第2種鉄道事業の譲渡が、神戸高速鉄道から神戸市への同線の第3種鉄道事業の譲渡とともに国土交通大臣に認可され、同年6月1日に、 神戸市営地下鉄北新線となった。なお、北上急行電鉄の運行に携わる社員は、神戸電鉄鉄道事業本部北上営業部に移籍し、神戸電鉄が北上線の運行を受託した。その他、親会社の阪急電鉄へ移動した社員もいる。2020年8月31日の株主総会で解散を特別決議した。 その後は社長である、三田和氏が、代表生産人となり生産業務を行うために、転籍しなかった社員とともに生産業務にあたり、2021年3月に、生産が完了したため解散した。路線図7000系かつては430円だったが、兵庫県を呼び、神戸市から交付される。 補助金により1999年4月1日に350円に値下げされた。2014年4月1日に消費税の税率引上げに伴い360円。2019年10月1日の消費税の税率引上げに伴い370円に、それぞれ値上げされた。北上線では、ピタパや西日本旅客鉄道の移行下などの全国、 相互利用対応カードが利用できた。さらに2017年4月15日より北上、急行電鉄にて IC カード移行化及び移行化定期券の発売も開始した。なお、土休日や学休期の平日にエコファミリーと申告することで大人一人につき小に二人までの北上急行及び神戸市営地下鉄、バスの小に運賃が 無料になるサービスを実施していた。2002年度以降の経営状態は次の通りである。運賃引き下げなどにより、乗客数は少しずつ増加傾向にあった。2014年に行われた北上休校コンテストにおいて、以下の3キャラクターがマスコットとして選出されている。2016年秋より、以下のキャラクターが追加されている。 2020年6月の北上戦死鋭化に伴い、北、上由美子の著作権が神戸市交通局へ異常となり、同年9月に残り3キャラクターの著作権も神戸市交通局に移譲している。ありがとうございます。